ちょっと一個だけ体験忘れてたのを一人で二人で遊ぶをやってみたいと思うんですけど、相手に向かって飛び乗るとなんとおんぶ状態にってことなんですよね。二人で遊ぶ。おんぶをしているといつもアクションがもっと強力になれて。来た。来ましたな。で、10、ハート10、あ、ハート20でクリアするとお花もらえないんだけど、まあやっていきましょうか。おんぶして。ちょっと一人でやっても寂しいですよね。バレンタインです、今日は。はいっしょ。はい、乗った。どうなるこれ。すっごい飲み込み方するけ。してないな、そんな。すごい飲み込み方はしてないわ。あいつ何もしてないやん。喜んでるだけですわ、あいつ。あ、すげえ飛んでる。すごい飛んでるんですけど。それは二人関係ない。あれ？投げねえ。あれ？投げれんぞ。卵。投げるのはもう一人か。ああ、もう一人や。そうなんや。じゃあいいわ。強力になるって、この、ウーファってやつをさっき一回もやらなかったけど、ウーファってやつあれやね、これ。うわ、すげえ、ウーファがすごい強力になってるかもしれん。わ、すごい。ちょっと早くないよな。ファぐらいじゃない？ファなってるんだけど。大丈夫？前の言い方忘れたんちゃう？こういうのも二人目やから、俺一人やから。コントローラー持ち替え。え？何が強いか、ちょっと一回降りるわ。一回降りると。あ、本当や。ちょっとしかない。ちょっとしかないね。よし、乗るぞ。かわいい。これなんか無理やり画面に二人いるだけじゃないね。二人って。これめっちゃいいやん。スマブラみたいに倒しちゃいましたけど、今。ウンファが早すぎるけどね。ちょっと言う。撮るの？俺二人用でやってるから難しい、それ撮るのは。もう一回やるの、これ。ちょっと一回ここだけ、あなたは。一瞬だけな。また戻ってきて。また戻ってきてね。はい。わかりました。どんな感じで消えるやろ。お、バイバイやる。バイバイちゃんとやる。ニンテンドーすごい。ニンテンドーすごい。バイバイちゃんとやる。こっちのコントローラー設定は俺の設定のまま残ってるけど、さっきは残ってませんでした。その X を離したらっていう、そのイケイケモードってやつなんですけれどもね。なんか取っちゃうけど、今はいらないか。ジャイロでやりたいな。どこにいたっけ。どこで撮ったっけな、忘れちゃった。あ、このウンファがさ、すっごい弱いんやな、一人やと。もう行っていいんや。あ、食べられた。こんな感じになるんや。食べられた感じ。よし。これで俺がさっき取れなかったあれを取るぞ。卵を絶対持ってけよ。忘れないで。よし、戻ってきてください。
はい、戻ってきました。こんにちはする？せんのや、バイバイはしたけど。あれ？降りてればよかっただけやがん、一回一回コントローラー取らんでも。乗りましたよ。何光ってるのあれ？あ、しゃがめ。イケイケにしたい、イケイケにしたい。あ、危ない。イケイケモードにするの忘れてる、イケイケモードにするの忘れてる。コントローラー設定の卵の投げ設定、二人用になってる実験けど分けられます、そういうレビューね。もしかしてボタン設定でジャイロあったりしてないんかい。ないな、さすがに A タイプで十分やりやすいっす。よし、行きましょう。ん？どこにある？あれやな、あれが取れんかってん、さっき。これでついにコンプリートができますぜ。お、なんか光ってる。あるよって言ってるんかな、あれ。あるよって教えてくれるんや、ああやって。な、さっきまでも他のハートじゃねえや、花もそうやった。近くにあるよモード出してくれてるやん、あるよ空気。この斜めにゴールするのはいつものことなんか、前のヨシしかやったことないから分かんないですけど。あと B ダッシュって前からなかったっけ。2人は本当に2人やった時がいいと思いますね。一人で二人モードっていうのも、なんかのマリオカーでやったけど、意味なかったぞ。鼻がつくのはなんか思い出した思い出した。そっかそっか。あとは何秒以内っていうの裏があるんで、まあ11個。1個の、こうエリアに12個の花があるんですね。で、今12分の11になってるのは裏のやつの1個だけ取ってないっていう状態ですね。このコンプリート要素ですわ。楽しみましょうぜ。